ちは、本田ミクです。今日はですね、じゃん！セザンヌの9月の新作をすべて購入してきたので、チークやアイシャドウ、そしてリップも全部つけながらレビューしていきたいと思います。それでは、レッツゴー！はい、17番のウォームブラウン、18番のローズベージュです。はい、腕に塗ってみると、こちら側がウォームブラウンで、こっちがローズベージュです。ローズベージュの方がかなり薄付きになっています。それでは実際にメイクして比べてみようと思います。まずは17番の方から。この専用のハケに軽く取って、右側に塗っていきます。おーおー、めっちゃついちゃった。ちょっとティッシュでオフします。この色はつけすぎ注意かもしれないです。少しずつ、ちょっとポンポンポンとして塗っていきます。気を取り直して。くるくるっと入れていきます。はい、こちらの色は結構オレンジっぽい色ですね。最初ちょっと濃くつきすぎちゃったんですけど、ティッシュでささっとやったら取れるくらいの粉の感じでした。色なんですけど、結構オレンジっぽい茶色かなと感じました。でもすごく落ち着いた色味だなと思います。次はこちら、ローズベージュです。さっきの反省を生かしてね、軽く取って。はい、ローズベージュの方塗ってみました。こっちと比べてね、ピンクっぽい雰囲気があります。顔色がふわっと明るくなるような雰囲気だなと思います。こっちがウォームブラウンで、こっちがローズベージュです。あんまり差がわからないかな。でもこっちの方がふわっとピンクみがかっているっていうのは、でもあんまり差がないように見えますね。それでは続いてこちらを紹介します。はい、右側がパールグローチークの01番ゴールドピーチと、左側がベージュコーラルです。はい、開けてみるとこんな感じの色味で、はい、こっちが01番で、こっちが02番の色味です。これ少し傾けたりするとすごくパールのキラキラが見えると思います。この01番のゴールドピーチを塗ってみたいと思います。こちら側に塗ります。あ、すごい、ツヤ感が出てる。ちょっとこの顔を傾けると、すごい、ツヤが出ています。すごい、パールがね、パールの輝きがすごいですね、これ。ツヤツヤ。うん、すごい、光ってる。すごくいいです、これ。すごい。すごい。こっちがね、そう、ゴールドピーチっていう方の色で、結構腕に乗せた時は、青みが強いかなと思ったんですけど、そこまでじゃないですね。こう乗せると結構自然な感じです。今回やっぱ秋なので、イエベさん向けが多いかなと思うんですけど、その中でも、ゴールドピーチはね、ブルベさんにもいいかなと思いました。はい、02番のベージュコーラルも塗ってみます。薄付きですね、結構。お、こっちもかなりツヤがあるなと思います。やっぱりこう比べてみると青みが1番の方が強くて、2番の方がもうちょっと薄付きでオレンジがかったピンクかなと思います。イエベさんだとね、こちらの方が使いやすいかなと思いました。結構薄付きなので、どのメイクにもね、合いやすいのかなと思いました。このパール感はすごくいいなと思います。うん。で、次に紹介するのは、じゃん！05番のピュアラベンダーとオレンジブラウンです。腕に出してみるとこんな感じです。ブラウンの方はすごく発色が良くて、一回塗っただけなんですけど、これくらいすごく濃い色です。で、ラベンダーの方の色がすごく綺麗で、わかるかな？ラメがすごく何色も入っていて、それがね、すごくキラキラしてすごく可愛いです。ピュアラベンダーの方から塗っていきます。ちょっと指で伸ばしていきます。
すごく綺麗な色です。なんかこういうアイシャドウって結構粉の方に色がついてて、ラメは一色だったりとかすることがあると思うんですけど、このラメはね、青とかピンクとかいろんな色が入ってるのでカラフルですごく可愛いです。これはすごくお気に入りになりそうです。透明感が出ますね。では次はこちら、オレンジブラウンを塗っていきます。まあ、濃い色だったのでちょっと慎重につけていきます。指にとって、お、すごい濃いね。はい、色味はねこんな感じです。パールの反射がねすごく綺麗かなって思います。こっちのオレンジブラウンはすごく使いやすいなって思いました。濃い色ではあるんですけど、すごく綺麗になるパールが入っているので、華やかさもあってね、すごくいいブラウンだなと思いました。で、こっちはですね、普段使いはちょっとしにくいかなと思うんですけど、透明感が出る感じなので、皆さんが持ってるね、普段使ってるアイシャドウとかにプラスして使うと、さっき言ったいろんな色のラメがね、反射して可愛いと思います。これはすごい。全然違う目だね。ついに来ました、リップです。で、2色新色が出ているんですけど、こちらが105番のもので、こっちが504番です。と、腕に出してみると、まず105番がこんな感じのブラウンっていう感じですね。で、こっちが504番、そうですね、こっち側がレンガ色っぽい感じで、こっちがちょっと赤みのあるブラウンかなと思います。うん、すごいいい色。まずは105番の方から、皆さんから見て左側に塗ってみます。すごいいい色。こんな感じの色味です。一気に顔の雰囲気変わる。こう赤みの強い色ですね。塗った感触もね、すごくいいです。で、もう一つの方が504番です。さっきと比べるとオレンジっぽく見えますね。こんな感じです。こうやって比べてみると分かりやすいですね。結構オレンジっぽいのと、こっちがちょっと赤っぽい感じです。すごいあべこべな顔になってる。このさっき使ったアイシャドウだと、こっちでもこっちでもどっちでも合うかなと思います。はい、というわけでセザンヌの新色紹介でした。いかがだったでしょうか。私が特にいいなって思ったのはリップですね。リップとこっちの濃い方のアイシャドウ、これはすごく使い勝手がいいかなと思いました。今しているのはキラキラの方のチークなんですけど、このメイクにはさっき使ったこの、こっちのブラウンのチークもね、すごく色味が合うなと思いました。大きく雰囲気を変えたい方はアイシャドウとリップがあるとすごく秋っぽいメイクになるので、ぜひ試してみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね、セザンヌだったりキャンメイクの新作が出たらレビューしていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。